こんにちはスタイリストの大山俊です今回の動画では 定番と流行あなたはどっちというテーマでお話をしてみたいなと思っています僕はですねこの youtube チャンネルで様々な動画をアップしているわけですがまあ、ファッションというものにはですねそもそも正解みたいなものはないんですね様々なスタイルもありますし話し手によってどのようなスタイルを提案するのかっていうのは結構様々だと思うんですねその一つの証明となるのが youtube の中にも様々なファッション系のチャンネルがあるんですがやはりですね人によって伝えているのは によっって違かったりすするんですねその人の経験だとか価値観によって正解の形は変わってくるのでさまざまなスタイルがあって僕はいいなと思いますしそれはそれで楽しいなと思うんでですねでなぜ人によってここまでですね表現の仕方が変わるのかというと僕の中ではファッションにはですね定番と流行2つの軸があって どちらに重点を置くかで全然見せ方が変わってくるのかなというふうに思っています、まあ、ちなみに僕のチャンネルというのは定番と流行で言ったらどちらかというと定番というところに重きを置いているわけですね一方で10代20代の方であれば定番的なものよりもトレンドだとか流行に沿ったものを提案することが多いので同じファッションというジャンルでも全然考え方が変わるかなと思っていますで僕たち30代40代の世代というのは結構微妙なところでまあ多くの方にとっては 定番的ななスタイルの方がしっくりくりるかなと思うんですね一方でファッションが好きな方だとかこれまでいろいろなスタイルを経験されている方なんかはですね定番的なスタイルだとやや退屈に感じられてしまうのでトレンドだとか流行というものを混ぜた方がしっくりくるのかなと思っています、まあ、僕自身も正直定番とトレンドで言ったらトレンド的的ななな着こなしの方が個人的には好きなんですねそして多くの YouTuber だとかファッション業界の方だとかそういった方もですねやっぱりり定番的なスタイルよりも 流行だとかトレンドっていうものを意識したスタイルの方がやっていて楽しいんですねですのでこっちの情報の方がやっぱり多いのかなと思いますもちろんファッション雑誌なんかも圧倒的に定番よりりももトレンドよりのものが情報としては多いんですねそういう中で僕はですねやっぱり定番っていうものをですねしっかりとお伝えしていかなくちゃいけないなというふうに改めて感じてるんですが、まあ、今回の動画では一つ実験をしてみたいなと思ってるんですね今動画を見ている皆さんが 定番的的ななススタタイイルルとトレンド流行的なスタイルどっちがしっくりくるのかこれをですね具体的な2つのスタイルを見ていただきながら是非皆さんにもですねジャッジをしていただきたいなと思っていますまあ今日はですねこの後僕が実際に着替えてコーーディネート全体をお見せししますすつ目のの事例というのはいうはわゆる定番的なな着こなしですそして2つ目のコーディネートはいわゆるトレンドに沿った着こなしなので、まあ、この2つを見ていただいてどちらが皆さんの方にしっくりくるのか ここをですね見極めていただくことでご自身がこれからですねどんなスタイルを楽しめばいいのかというところが少し明確になるのかなというふうに思っていますもちろんですね1つ目と2つ目パキッと意見が分かれる方もいればまあ1つ目の方がいいかなと思うんだけど2つ目も悪くないなちょっと2つ目の方にもチャレンジしてみたいなというようなちょうど間ぐらいの方もいらっしゃるかなと思うんですねこのように2つの具体的な案を見ていただくことで現状の皆さんの感覚というのがしっかりと見定めることができるかなと思うので ぜひ今回の動画を参考にしていただければなと思っています僕自身皆さんがどちらの方向性に近いのかをですね知っておきたいのでぜひコメント欄に僕は1の方が好きだなとかいや私は2の方にちょっと興味があるなですとかそういったご意見をどんどんコメント欄に書いていただけると参考になりますのでぜひそちらの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょうはい着替えてみましたどうでしょうかまず最初ににさんに見ていいたただきたいのは A 案なんですけどもこちらに関しては定番的でベーシックなスタイルですね、まあ、ちょっとスタイルについて解説をしたいなと思うんですが。 上に着ているのはシンプルなネイビーのチェスターコートになりますねこれは昨年購入したユニクロの定番モデルになりますねそして内側に着ているのは白のですねちょっと肉厚なロンティーになります、まあ、ロンティーとは言ってもほぼニットのような見え方をしているかなと思いますこちらはグローバルワークの今季のアイテムになりますねそしてボトムスに関しては定番のブルージーンズを履いていますこちらユニクロのスキニーフィットになりますね で足元に関してはですねブラックのレザースニーカーを今回は履いていますこちらが2020年の秋冬の段階で、まあ、定番的なスタイルなのかなと思っていますどのアイテムに関してもトレンドによったものというよりはベーシックで皆さんにとってもですね見慣れたものが多いかなと思っています、まあ、このようなスタイルであれば結構30代40代の男性であれば比較的ですね誰にでも似合いやすいかなというふうに思っています、まあ、僕自身もこのように見ていてもですね全く違和感がありません それよりはですねやっぱりファッションが好きな身としては。 ちょっと物足りなさを感じるぐらいなんですねですのでこちらのスタイルを見てしっくりくる方もいれば中にはもうちょっとこうアクセントを加えたいなと思う方もいらっしゃるのかなと思っていますここは意見が分かれるところかなと思うんですが皆さんはこちらの A 案の方がしっくりくるかもしくはこの後ご紹介する B 案がしっくりくるかここはですねぜひジャッジをしていただきたいなと思っています今着ているアイテムはですねもちろん定番的なものではあるんですがもう一つ特徴がありましてサイズ感っていうところですね ここも定番的なものには特徴がありましてあまりビッグシュレットとかそういうものではなくて定番的なジャストサイズですとか タイトシルエッのののものが結構多いいかなと思っています。まあ、チェスターコートに関してもこちらは S サイズで特に肩も落ちていないですしフィット感としては非常にですねタイトな作りになっていまして僕の体型に合っているかなと思います。まあ、サイズ感に関しては結構ですね A 案と B 案で大胆に変わるのでそこの違いも皆さん見ていただきたいなと思うんですがこの A 案のスタイルというのが、まあ、定番的で多くの方に使いやすいスタイルなのかなというふうに思っています。 はい、着替えてみましたどうでしょうかこちらがですね、B 案のスタイルになります、まあ、先ほどの A 案と比べると結構ですね、劇的に変わるかなと思いますとはいってもですね、着ているもの自体はそんなに大きくは変わらなくて上に着ているのは今季のユニクロ U のオーバーサイズコートになります、まあ、サイズ感が大きく変わりますよね肩もちょっと落ちていますし着丈に関しても先ほどは膝の中央ぐらいの長さだったんですがかなり長くなりましたね、まあ、ふくららはぎぐらいまで着ているので、てるの 竹の長さというところは大きな違いがあるのかなと思うんですが基本の形としてはチェスターコート型なのでそんなに違いはありません。 そして内側に着ているのは先ほどはニット系だったんですが今度はフード付きのパーカーになりますね、まあ、ニットとパーカーというのは同じようなトップスではあるんですがフードが付くかどうかで全然印象が変わってくるかなと思っています定番的なスタイルとトレンド的なスタイルで大きく変わるところというのはトレンド的な着こなしの方がややカジュアル感が強いかなと思っています、まあ、サイズもですね、ジャストサイズの方がきれいめに映るんですがトレンド感の漂うゆったりめのサイズ感というのはやはりですねカジュアルに映りますし アイテムを見た時にもですねニットよりもこういったパーカーを入れるとですね今っぽい着こなしになるのかなというふうに思っていますそしてボトムスに関してはちょっと見づらくて申し訳ないんですがこちらはユニクロ U のワイドフィットテーパードパンツになります、まあ、先ほど履いていたタイトなジーンズに比べるとかなりゆったりめのシルエットになっているかなと思いますこれもまさに今っぽいシルエットで、まあ、場合によってはですねやぼったく感じられる方もいらっしゃるかなと思いますしやっぱり僕たち世代としてはこのようなフィット感ってまだまだ見ない なないかと思うんです,、ね、ですのでここに違和感を感じるかどうか今っぽくてかっこいいなと思うかどうかここが分かれ目なのかなと思っています。 そして足元ここも見えなくて申し訳ないんですが先ほどはブラックのレザースニーカーを履いていましたが今回はエアマックス97で白ルのものを選んでいます、まあ、デザイン的にはですねちょっと近未来的な感じになっていましてシンプルなレザースニーカーと比べると今っぽい雰囲気が出てるかなと思っています今回のスタイルというのはですねそんなに派手さはないんですがサイズ感だとかアイテム選びの点で今っぽさというところがかなりですね感じていただける着こなしになってるかなと思います、まあ 僕個人はどっちが好きかとというと断然ですね今っぽいこちらのスタイルなんですねですねででのプライベートでこういう着こなしをすることもあるんですがただこのスタイルというのが多くの方に似合うかどうかそしてこれを着た時に素敵に見えるかどうかっていうのは結構別問題だと思うんですね。 やはりこういったトレンド的な着こなしというのは似合う人と似合わない人が分かれますしなかなかですね理解してくれる方も多くはないのかなと思っています僕は職業柄こういう仕事をしているので、まあ、このような着こなしを楽しんでもですねそこまで違和感はないかなと思うんですが、まあ、一般的な方がここまで振り切ったサイズ感というのはちょっと難しいかなと思うんですねですので人を選ぶ着こなしではあるかなと思うんですがこういったスタイルというのが今っぽい B 案になるのかなと思っています はい、ということでいかがでしたでしょうか。皆さんにはですね、A 案の定番的なスタイルと B 案のトレンド的なスタイルですね。2つを見ていただいたんですが、これはですね、人によって大きく意見が分かれるところかなと思います。まあ、ファッションというものには明確な答えがなくて、様々なものがあって、どれも正解だと思うんですね。その中でも今回は具体的な2つのスタイルを出したわけなんですが、どちらのスタイルに皆さんがしっくりきたのか、ぜひコメント欄に書き込んでいただきたいなと思 思っています、まあ、このような具体例を出すことでね皆さんのしっくりくるスタイルというものがなんとなく見えてくるのかなと思いますどちらが正解というものはなくてですねどちらがしっくりくるかどちらのスタイルの方がテンションが上がるのかここが一番大事かなと思ってるんですね僕自身も数年前まではですね A 案の方が圧倒的に気持ちが上がったんですが最近では B 案の方がやっぱり気持ちが良かったりするんですねここの気持ちが上がるかどうかがすごく重要で無理して B 案を取り入れる必要は全くないんですね A 案が心地よければそういったスタイルを楽しむのももちろん OK だと思います一方で新鮮さだとか新しさというところを追い求めるのもこれまた楽しいのでどちらが正解というわけではないので是非皆さんはですねこういった2つのスタイルがあるんだよということを頭の片隅に置いていただきたいなというふうに思っています以上スタイリストの大山俊でしたよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします